この最後のちょっと話変わって想定収益表なんですけど、はい、これは何時間稼働するっていうのが100%ってことになってるんですか女ののの子人ににつき時間稼働すするっってていいううなんでかこれはは日 来店した場合がえっと100%カードでセラピストで言えば大体たい2 0名ほどが100%カードっていう形この客単価の1万6千というのはこれ1時間のサービスそれ1時間半ですか？これはえっと90分でお客様からもらう金額で計算しております。 で90分で80名来るってことは1ブース10人だから、えっと、90 900分1日営業するってことは1何時間ずっと空けとくってことなんですか一応その、まあ、24時間で最初は考えてたんですけどただ朝の5時とかはもうお客さん来ないだろうなっていう計算で2時3時ぐらいのビジネスあのホテルに泊まってるようなお客様もターゲットにして2時3時ぐらいまでできればいいかなっていう朝の9時ぐらいから。朝の9時から2時 2>、はい、3時まで,、はい、でそれを100%として稼働率を計算してるわけですよね。 1>, でえっと、1日じゃあ80名がマックスってことですね、入れるとして、およそ本当に全部ピ、はい、ビ,ビチに、現実的にそんなことはありえないからあまあ40名回ると、はい、まあ営業利益300万ぐらいは出るよと、ねはいそうですし、はい、やっぱりその人気セラピストさんみたいのを、ね、どれだけこう集められるかになっちゃう、まあ、素人って言っているところと矛盾するんですけど、<laughs> 結局、ね、その本当に人気のセラピストさんってマジで埋まってるじゃないですか、はい、都内とかでも。でねはい、素人さんって、逆にその集客力とかに不安は残りますよね。 お金のことっていうか事業的なことを考えるとやっぱりもうセラピストありきのビジネスだからねどうやってそのプロのセラピストに素人さんを育てていくんかなみたいなところに興味がありますね。えとプロを求めててはなないんです、ね、言ってなんでですすねけど素人さんは仕事じゃないって思ってるから、はいはい、イケメンのセラピストセラピ P しかやりたくないと思っちゃうかもしれないですよね。うーん、そうですね。それはそれでありきかなっていうのがあるんですね。で、その分数でフォローをしようかなっていう形で考えておりますね。新人の方があの入れば必ず行くっていうそのヘビーユーザーの方が結構いらっしゃるんですね。そこの回転率がいいほどやはり稼働率っていうのが高くなってくるんですね。なので育てるっていうのではなくて。 育っった方もいるっているてう形まあそうすると最初の趣旨とずれて最初素人で入ってきた子は3か月後にはバリバリのプロになる可能性あるってことですよね。あそうですねその可能性はあるんですけどただ毎回素人の子たちが常に新しく入ってくるので他店とかよりもだいぶ素人っていうかそういうそういうのが、はい、活発になって、はい、いるっていうのはあると思います。聞 それ <laughs> <laughs> すごいっすね <laughs> いや僕はオルソ株式会社代表ヒグマヒデ秀カ体操を通じて頼られる人を育てるこの男技術指導にとどまらずコミュニケーションと礼儀を重んじた人間教育でスポーツ業界に新たな一手を繰り出す爪を磨く令和の熊の前に栄光の架け橋へと進む者は現れるのか 私圧派なんで<ー>ちょっとわからないんですよね。はい、行ったこともないですし。なんで、えっと、はい、どっちかと,いうと、視圧が、の方が好きな人にメンズエストの良さというか、はい、なんかオイルってこういうのが効くとか、はい、そういうのがちょっと知りたいなと思って。あ えっと、A 店っていう普通のお店に行きながら、こっち側に登録してもらって、こっち側でもその自分が全部取り分決めれるっていうのがメリットですので、で、こちら側だと50%、こちら側だと70%とかになってくるので、そちらの視圧とかが好きなお客さんを自分で引っ張ってくるっていうことも可能だと思うので、そういったそのツイッターとかのツールを使って、宣伝をしていただくっていうような、その、 やり方ってていうのをまあ一応教えていこうかななとは思っておりますねなんか今のところだとこの箱の上メンズエステ出すお金は出ると思うんですけど、はい、プラットフォームのところの説明が弱すぎてあ、はい、そここが出ないですよ今のととろだとね、はい、全然まだイメージつかないっていうかこの紙にもそのプラットフォームの例えばその、はい、実際こういう要は今ベータ版でこういう感じで考えてますみたいのとかって。はい これなんですかこのこのなんか出会い系アプリみたいなやつですか。一応そういった形のそのフォーマットでは考えているっていう。これちょっと分かりにくいかもしれないんですけど。<laughs> これなんかもうめちゃめちゃクロート感漂ってるんですけどこれ素人の女の子こんなちょっと可愛くてエッチな写真撮れるんですかね。<laughs> これはあの今セラピストのセジのこの写真のやつがあると思うんですセジじゃなくてあの。 制服の写真があると思うんですけれども、まあこれだけでも多分お客さんはこう <laughs> <笑><笑>これこれこれ,これすごく良くないですか？かれ <laughs> これいいっすよね。いやもうこれね、例えばナースさんとか最高です。ナース服着てこれ聞かれるかなっていうのが。 あるのでこれくらいだと別に素人でこうやって写真で撮れるんですね。なんだろうこれすごくいいですよ、ね。多分岩井社長タイプタイプですよね <laughs> <っ> <laughs> ちょっとあのプロポーションお困りの方いたらあのうちのクリニックまでご紹介 <laughs> <laughs>、はい。なんだろうこれこれめっちゃいいよね。あの富士山今メンズエステやられてるじゃないですか、はい、改めてなんですけどこれは稼げてるんですか。そうですねそこそこというかまあ普通には収入は得ております。大体ねえと月商で言えば。 六百七百ぐらいの年商で言えば八千万ぐらいですかね。あ、そうなんですね。それ稼働率何パーセントですか？その今の店ですか？はい。えっとだいたい三十パーから四十パーぐらいですあじゃあ単価が安いってことなんですね。あ、そうです。単価が。だから単価が一人一万ぐらいってことですね。あ、そうです。はい。で会社利益三千円一人。えっと会社利益もうちょっとあるんですけど、はい。四千円ぐらいはい。四千。倉庫で。そうです。はい。なんか収益性で言ったらかなり高いですよね。 トリアイアグループ会長三浦哲郎持続可能な社会の創造を見据えて小物売買から事業をスタート鑑定士として YouTube 参入光る買取鑑定団でも活躍中オークション事業など多岐にわたるリユースビジネスを展開するヴィンテージに目を光らせる目利きの虎が志願者の真なる価値を見極める稼働率20でで分岐点なんですよねこの事業プランだとはい、はい、で最初にそのアプリじゃないのでスタートするじゃないですかウェブ版でなんかウェブ版である程度 軌道に乗ってきたら、はい、アプリを作るというよりも今あるマッチングアプリにジョインした方がいいのかなって気もするんですよ。あ,はい、ある程度のプラットフォームができればね<ー>ウェブ上で、はい、ウェブ上で会員が例えば数百になりましたとか、はい、集客ある程度できるようになったらどっかのアプリとジョインするっていう点を出していて、はい、ゼイチで作るよりはそっちの方がいいかなと思って、はい、僕がその最初に100万出したのって収益性が高いなと思ってて、はい、あの20%の稼働でもう損益分岐点に行くわけなんで。はい えー、その1店舗でそのアプ、まあ、ウェブ上でも1日まあ16人集客すればいいだけじゃないですか8席8部屋が全部稼働してしまって予約が取れなくなるってケースって今の段階だと起きないと思ってるんですよ、はい、ウェブ上の段階だと。これがアプリに移行した時には起きる可能性があるんで、はいはい、例えばジョインした時とか、はい、その時に5店舗とか6店舗とか,とかいうことをシェアに入れてやれば23、はい、年ぐらいの計画では30店舗っていうのは なんかあり得るのかなと思ってて、はい、そのスタートとしてですよね。スタートの中、はい、の中で、その割とその。最近が低いんで、僕はあり、はい、だなと思うんですけどね。これこ、今回どこでやるんですか。その今回<も>東京です。あ、東京なんですか、はい。昨日も新橋の物件を見に行って行ったんですけれども。あ、内見行ったりしてるんです。しあ、そうですね。はい、内覧、あの、行ってきて。今、コロナの影響なのか、すごくお買い得というか、その。本来だと、倍ぐらいする、その。 家賃が半分ぐらいで帰れたりしてたんですね。これ、この図面はちなみに何平米で、これは私があの携帯でパパパパで作ったんで、あの数字とかあんまり気にし、あの数字は関係ないんですけれども。一応60平米ぐらいで考えている。ま60平米で8個ですよね。はいで。 取れたらいいいななっていうところなんですけど平米数とベッド数に結局売り上げは依存するから、はい、っていうとこですよねだからこの池袋27万だったら60平米あるから今のとこと同じぐらい作れる、ね、あそうですはいで昨日のところも大体65平米ぐらいの 35, ぐい35畳ぐらいだったので、うん、60平米は欲しい気がしますねさすがにはい他に何かまだ聞いておきたいことがある方いらっしゃいますか もう一回だけ確認したいんですけど奏、はい、社株式会社とは協力関係にあるんですかははいいもうそれは間違いなく協力関係です、はい、で今回このいろいろ内乱されたりとかっていうのも、はい、今まだこの会社に所属しながらいろいろ動かれてるってことでしょ、ね、うね、はい、それはまあ向こうも分かってるはい、はい、そうです、うん、でここの奏社株式会社っていうのは、はい、今メンズエステを運営されてると思うんですけどそことは関係あるんでしたっけ そこは関係ないでまた今回新会社を立ち上げて、はい、今回の事業ということですねでは藤井さん、はい、ラストステージメントです、はいえー、と今回私がこの提案させていただくメンズエッセーなんですけれども私のこの人生のもう約あの最初の前半のビジネスのゴールだと思っておりますなのでこのビジネスに命をかけてちょっと頑張っていますのでできればあのご協力いただければありがたいと思っております ぜひよろしくお願いいたしますはいありがとうございましたでは一旦ちょっと壁側を向いていただいてよろしいですかはいでは皆さん最終決断に入ってまいりますよろしくお願いします <laughs> ファイナルジャッジメントタイムですメンズエストのセラピストとユーザーをつなぐマッチングアプリその事業計画をめぐり議論は加速するそして迎えるファイナルジャッジメントタイム戦い抜いた志願者に待つ 物語の結末とははいそれではただいまより最終決断に入ってまいりますまずは細井先生お願いしますはい僕は、うん、迷いました200万円はいありがとうございますまだだったら積みます置きますねはい、はいえー、非常に多分 成功するんだろうなと思うんですけど、本当にこのなんか効果不幸か、このプラットフォーム制作費用のところがやっぱりまだ形になってないんじゃないかなと思って。はい、店舗制作費用だったらもう全然出していいかなと思っちゃったんですけど、はい、やっぱりその順繰り利益を生んでから、そういう風うな要はボリュームゾーンに移行していく方がなんか理にかなってるんで、はい、そこの再投資プランの方が良かったのかな？って思っちゃいましたね。はい、だから、そこがこのタイガーファンディングのね。戦略的な問題なので、でとりあえず200万とさせてもらいましたあ,ありがとうございます。 はい、日熊社長。はい。ちょっと今回はナッシングです。はい、ありがとうございます。受け答えとかすごいしっかりされてたんです。はい。あのいいなと思ったんですけど、はい、ちょっと私が協力できることがないかなと思ったので、はい、今回はナッシングです、はい。はい、ありがとうございます。はい、木下先生。はい。ええー、すみません、今回は私もはナッシングでお願いします。えっと理由がですね、まあ。 もしかするとやっぱり競合がすぐ出てきちゃってですね。はい、あのその怖さがどうしても拭えなかったというところが私の、はいえー、今回なしの理由です。あ、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、高澤社長。はい、えー、100万です。はい、ありがとうございます。はい。あのやりとりも的確ですし、はい。あ、今ご自身でもビジネスやってらっしゃるっていうので、多分経歴もこうあのやられてると思うんですけど、ただ。 ちょっと気になったのが、こう、大事な、クリティカルに大事な情報が、こちらが投げないとなかなか深掘っていけなかったところが、もしかしたらまだあるんじゃないのかなと思いまして、あの、ま、100万円で協力させてもらいた。ありがとうございます。はい。では最後。いや宮田さん。すみません。宮部です。はい。ありがとうございます。いや、事業、事業プランとしては、はい。あの、収益性高いんで、はい。 いいと思うんですよ、はい、でその性的な、ね、行為がないようなサービスの癒しっていうのも、はい、僕も行きたいなと思うぐらいいいと思うんで、はい、マッチングもいいですし、はい、ただそのもう少しスモールスタートの方がいいのかなっていうのは印象としてね、はい、1600万最初は突っ込むよりは、はいえー、徐々に段階を踏んでいって、はい、最終的にアプリ開発に例えば数百万入れるっていうのを段階的にやって方がいと思うんで今出せる金額っては200万のとこですね。はいはい、います,すみませんはい えー、結果ですね希望金額1600万円に対しまして、えー、細井先生から200万、えー、高澤社長から100万三浦,社、えー、三,浦 <laughs> 三浦会長から200万ということで500万まで積み上がりましたけれども残念ながら今回はナッシングですお疲れさまですはい、はいえー、とじゃあナッシングですので僕から一言ですね、あのー、これ500万積み上がったじゃないですか、はい もしかしかたらです、ね、過去にです、ね、若杉君っていう子だったかな出てきて、うん、うまいこと言ったんですけど最初僕のプランに皆さんお付き合いいただくっていうことでこのミニマムの金額を出してくださいで僕のことを見て,見てもらえたら、はいえー、さらに投資をお願いしますって言った子がいたんですねあれ結構コメント欄で絶賛されたんですけど、はい、ひょっとしたらこのプランのままで、はい、で,でも僕はまず、えー、と実店舗作りますと。 はい、でこの実店舗には500万ぐらいでなんとかやれちゃうので、はい、でもこの実店舗ができてこういうことがうまくいった時には、はい、追加の投資でこのぐらいまで考えた上でお願いしたいということを言われたらひょっとしたらなんかねあの結果が変わってたのかもしれないなと思って聞いておりました。はい、でも藤井さんのプレゼンンテーションは非常にあの 素敵でしたあ。ありがとうございます。はい、あの、とても、あの、わかりやすく、はい、あの、堂々と皆さんにお答えになってらっしゃったんで。はい、ぜひ、今日は残念ながらお金が出なかったですけど。はい、何かの形で始まるといいですね。あ、わかりました。ありがとうございます。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、あの、一言感想どうぞ、皆さんに。はい。はい、えっと、今日は貴重な時間ありがとうございました。で、まあ、今回残念ながらナッシングだったんですけれども。まあ、あの。 皆さんも言われたようにスモールスタートでもあの自分で立ち上げてやっていこうかなとは思っておりますまた何かその際協力とかしていただけそうであればよろしくお願いしますありがとうございましたはいお疲れ様でした業界に革命を起こす挑戦残念ながら結果はナッシングで終幕完全オールには届かなかったが男の事業計画は確かに虎の心をつかみ札束は動き始めていた 男は再び一歩を踏み出すその背中を見送りタイガーファンディングは次なる志願者を待つ